夕日でね、乾杯ですね。ブリ。おはようございます。おはよう。日本。現時刻は5時50分。今からシーカヤックに乗って釣りの方やっていきましょう。必要ないね。うん、出航できますかね。置けない、置けない。そうです。ほんまに置けない。カパッあ、やっぱりそういう感じ。そうです。ここはどういう場所なんですか、先生。ここは、まあ、海。海。海。あとまあちらほらと、まあ、山ですね。ここも何が釣れるんですかね。基本的に何でも。イカ。イカとまあボイルしてたら青物も釣れますし。いや楽しみだね。ヒラマサ、キジハタ、アオリイカ。アオリイカ。アオリイカはここ結構有名なポイントなんです。あ、そうなんだ。また下通して。危ないからさすがに。ハイジャケの意味なくなっちゃうから。ちょっときつくしてまだ伸びるじゃん。もう一個大空を仰いでください。ちょっと現地の方ですよね。鬼山くんがこれで虫除けしてね。よしよし、はい、よいしょ。いらっしゃい。任せてください。よし、釣るぞ。気持ちいい。ショピクピクしてる、ピクピクしてる。美味しいんですか。へえ、で、え、キープ。本日の釣果はこちら。なんで一応置いてあるから。フグと。おろそこだ。お疲れ様です。びっちょんびちょびちょになっちゃいましたね。めちゃくちゃでかい獲物かけて。それでもうピューンいっちゃって、そうそう、パン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 、バナナボートみたいになって2キロぐらい行ってで、一時こう乗れたんだけどね。メイクしたでバレたんだけど、その惰性で帰ってきて惰性でで、俺らが乗ってるカヌーにチョーン乗って危なかったーっつってだから下半身だけ濡れてすごい濡れなかったのすごいすごい怖かった。今なんて言いました。ブルシャブ。ブルシャブしましょう。サイズによって味の違いってあるの。いや、こっちも使っこうまい。嘘、でかい方がうまいんだ。朝どれですよ。
はい。真ん中から打って両サイドにこうビーッと引っ張るとピン張りで綺麗になります。ピン張り、はい。やりましょう。やりましょう。乾いた。乾いたね。よし。いただきます。ありがとうございます。夕日見に行きましょう。夕日。やじょ。やじょ。夕日でね、もったいください。この夕日、楽楽すごいですね。色づきがこんなに焼けるんだ。お願いします。お願いします。お願いします。始めましょう。今日ね、たくさん買ってきちゃったよ。何から行くんですか。まずはドーンと、すごい。これ阿武町の定置網で取った、うん、はい、ブリ。いいっすね、でかい。朝どれって言ってましたもんね。朝どれっすよ、ブリブリだもん。わかるんだ、ブリブリなの。今日これを、こいつはしゃぶしゃぶとお刺身とやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はみんないっぱいいるからね、楽しく食べれそうですね。みんなで食べましょう。はい、いろいろやっていただいたんで、今日はおもてなしで、うん、
ありがとうございます。いただきます。自分料理しかできないんで。自分料理しかできないんで。最高かよ。最高かよこれ。お待たせしました。これが一品目です。そこのこのキャンプ場の隣の道の駅で買った朝どれでございます。キャンプ場の目の前で取れたぐらいの勢いですよね。そうね。そこで取った。定置で。じゃあやりましょう。よいしょ。いただきます。よいしょ。こちらの醤油。分かってきたね。これ殿様醤油って漁師さんとかがよく使うような醤油なんですけど、すごい甘いんですよ。そう。九州の醤油よりも全然甘くて。よりも甘い。九州の醤油甘いんだ。全然甘いです。へえ。これどこがどことかあるんですか。これは全部瀬方だから。同じやつ。そう。で、この平作りのそぎ作りか、そぎ作りの方は尻尾の方で、ちょっと筋張ってるけど、筋張ってて油が少ない。こっちの奥の平作りの方は背方の方だから、まあ柔らかく食べれる。うん。な感じで。よろしくお願いします。じゃあみんないただきましょう。いただきます。いただきます。うん、めっちゃブリブリだね。うん、乾杯しましょうか。やりましょう、やりましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ飲む。いただきます。いっちゃん、今日もありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。アブに、キャバキャイ、かわいい。最高、最高ですね。いつでもうまい。お待たせしました。わお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 。やりましたね。今日はブリネギと三つ葉で用意したけど、もうシンプルな、ブリがいいから。ネギ、ブリだけでしゃぶしゃぶしてもいいし、ブリしゃぶしゃぶしてネギもちょっと火入れて一緒に食べてもらってもいいし、うん、そこを好みでやっていただいて、三つ葉はね、だしと非常に相性がいいです。ちょっとこっちとこっちと厚みが違うんだけど、こっちはしゃぶしゃぶで、まあ、半生で食べてもいいし、完全に火入れてもいいし、まあ、ちょっと完全に火入れるとね、薄いから崩れちゃうと思う。うん、もう完全に火入れても多分美味しいから、こっちちょっと厚みを持たせたやつ、これもね、完全に火入れたらふわふわで美味しいと思うからさ。入れっぱなしでいいんですか。じゃあ入れっぱなしで、でも多分すぐに火入るから、うーん、いい感じの白くてギュッてなった時に食べてもらったら、またこっちと違った食感と味が楽しめると思う。ぜひ。ありがとうございます。最初はね、皮にがギュッてなって火が入るぐらいの感じで食べた方が美味しいかもしれない。割と レアめで。そうそうそう。ちょっと昨日腰言わしてるからな、俺。でも腰なんで言わしたら知ってます？いや、少し。こんぐらいで。飯食って腰。飯うますぎて腰がいったんですよね。ちょっと気をつけていきます。
腰セーフ。腰セーフ。セーフ。うまっ。うまっ。これで昨日腰言わしたの。そうなんですよ。うまいんちゃん。行きましょう行きましょうみんなで。はい、いただきます。野菜巻きましょう野菜。飲みます。いいのありますか。どうします。いいのじゃ出そうか。いいの出しますか。いきますか。やりましょう。お願いします。二日連続でやっちゃいましたね。三好さんの。三好さんちょっとお世話になります。この店舗線。三好ブラック。ブラックメン。ブラック香りがって書いてあって順番にリンゴ行きましょうか。お願いします。じゃあ出していただきます。お願いします。色が可愛いね。ね、センスある。おー、吉さんなるね。なるね。なるね。アラステキ選手権。アラステキ選手権。アラステキ。ちょっとアラステキ。でもこれお酒ついでもらうのもちょっと楽しくなる。そうなんですよ。そうなんですよ。組み交わす。あ、先生先生。あ、すみません。いやー、みっちゃん本当に今日。昼間カヤックで鬼のように漕ぎましたからね。やります。あ、よっしゃー。あ、いいんですか。よし、人差し指出たぞ。刺してる。すっごい。最近2億目2億回目2億目。紀元前。あー、すっごい。みっちゃん、そしてアブの皆様、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。キャッパイ。キャッパイ。すごい、なんかジュースみたいなね。うーん、グッとありますね。鳴らすよ。鳴らすよ。吸ってるね。いけるいける？先生。鳴らし屋だね。鳴らし屋？アブのアブの鳴らし屋って呼ばれてない。アブの鳴らし屋。夕日見ながら。ちょうど唇がいい感じにフィットしてた。そうなんですよ。ああ、どうぞ。あれ？おもしぶり。おもしぶり。あとさあさあ、申し訳ない。ありがとうございます。最高ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。CM 来てるの。